物質の状態。物質の状態は、層の違いにより区別される物質の状態である。歴史的には、物質の状態は、巨視的な性質により区別されていた。すなわち、固体は定まった体積と形を持つ。液体は定まった体積を持つが、形は定まっていない。気体は、体積も形も定まっていない。近年では、物質の状態は、 分子間相互作用によって区別されている。すなわち、固体は分子間の相互配置が定まっており、液体では近接分子は接触しているが、相互配置は定まっていないのに対し、気体では分子はかなり離れていて、分子間相互作用は、それぞれの運動にほとんど影響を及ぼしていない。また、プラズマは、高度に温化した気体で、高温化で生じる。イオンの引力、 積力による分子間相互作用によりこのような状態を生じるため、プラズマはしばしば第四の状態と呼ばれる。分子以外から構成される物質や別の力で組織される物質の状態もある種の物質の状態だと考えられる。フェルミ凝縮やクオークグルーオンプラズマ等が例として挙げられる。また物質の状態は相転意からも定義される。相手意は 物質の性質の突然の変化から構造の変化を示すものである。この定義では物質の状態とは他とは異なった熱力学的状態のことである。水はいくつかの異なった個体の状態を持つと言える。また、超伝導の出現は相転移と関連していて、超伝導状態という状態がある。液晶や強磁性が相転移により特別の性質を持つのと同様である。 固体、液体、気体という古典的な三つの状態はまとめて物質の三体、三層と呼ばれる。三体が共存する点を三重点という。水の三重点は温度の基準となっている。三体の間での変化を以下のように呼ぶ。イオン、原子、分子などの粒子は密に詰まっている。粒子間に働く力は粒子が振動する以外は自由に動けない状態に、 するのに十分強い。結果として、個体は安定で、定まった形と体積を持つ。ミクロに見れば、物質を構成する原子や分子が、その平均位置をほとんど変えない状態である。個体が力によって、形を変えるときには、壊れたり切れたりする。力学的に言えば、一定の合成率を持ち、体積圧縮率は小さい。結晶では、 粒子は一定の三次元構造をとって配列している。多くの異なった結晶構造が存在し、一つの物質が二つ以上の異なった結晶構造をとることもある。例えば、鉄は摂取912度以下では耐震立方合子構造をとるが、摂取912度から摂取1394度では、免震立方合子構造をとる。氷には、 温度や圧力によって15の異なった結晶型が知られている。温度と圧力が一定なら、体積は一定である。固体が有点以上まで加熱されると、液体に変化する。分子間力からは残ったままであるが、分子は互いに影響し合ったまま動くのに、十分なエネルギーをも、構造は変わり得る。これは、液体の形は一定ではなく、容器に応じて変わるということを意味する。 ミクロに見れば、物質を構成する原子や分子の相対位置は自由に変化できるが、原子や分子の間の距離はほとんど変化できない状態である。力学的に言えば、合成率は例だが、体積圧縮率は固体と同程度に小さい。体積は通常は固体状態よりも大きいが、この著名な例外として水がある。ある液体が存在し得る。 最も高い温度を臨界温度という。気体中の分子は高いエネルギーを持ち、分子間じからの影響は小さい、理想気体では0。分子はそれぞれ遠く離れて高速で移動している。気体は定まった形や体積を持たず、容器に応じて変わる。容器や力場がなければ体積が無限に膨張できる。ミクロに見れば物質を構成する原子や、 分子の間の相互作用がほとんどなく、互いの位置も距離も自由に変化できる状態である。液体を、沸点以上の温度に加熱するか、温度を一定にして、圧力を下げると気体に変化する。臨界温度以下の温度では、気体は蒸気とも呼ばれ、温度を下げずに圧力をかけても液体になる。気体の圧力が液体、または、固体の蒸気圧と等しくなるときには、蒸気は液体。 または、固体と平行状態を保って存在する。超臨界流体は、温度と圧力がそれぞれ臨界温度と臨界圧力以上である気体である。物理的には、気体の性質を持つが、高い密度により、溶媒の性質を示し、便利な応用が可能である。例えば、超臨界二酸化炭素は、デカフェコーヒーの製造の際にカフェインを抽出するのに、用いられる。 液晶は液体と固体の中間の性質を持つ。例えば、ネマティック症はパラーゾキシアニソールのような長いコンボ状の分子からなり、118度から136度でネマティックの性質を示す。この状態では分子は液体のように流動するが、すべての方向が揃っていて自由な回転ができない。その他の種類の液晶もあり、 液晶ディスプレイのような技術にとって重要なものもある。柔軟性結晶は液晶とはまた異なる液体と固体の中間状態である。非結晶性のアモルファスは液体のような乱雑な構造を持つ。しかし分子は比較的固定されているため通常は固体に分類される。有名な例としてはガラス、ゴム状態、合成ゴムなどポリスチレンや その他のポリマー等が挙げられる。多くのアモルファスは、ガラス転移温度以上になると軟化し、液体状になる。ある種の液体は、非ニュートン流体であり、先端応力に依存して粘度が決まるため、一定の流れの条件の下では、アモルファス固体となる。簡単に説明する例は、コーンスターチの剣濁液であり、これは止まっている時には液体だが、突然力が働くと、 固体のように振る舞う。この性質は、ダイラタンシーと呼ばれる。一方、ペンキ等のように、チキソトロピーとして知られる全く逆の効果を示す、見学液もある。繊維金属の原子は、非共有電子体の電子のスピンのために、しばしば磁気モーメントを持つ。ある種の固体では、異なる原子の磁気モーメントが揃うことによって、強磁性を作ったり、反強磁性を作ったする。 例えば、鉄のような強磁性体では、磁性ドメインの中の原子の磁気モーメントは、同じ方向に配構している。ドメインごとの配構も揃っている場合、外部の磁場が存在しなくても、磁石の性質を示す、永久磁石となる。磁化は、磁石が、キュリー温度、鉄の場合、768度まで熱せられると、消失する。反強磁性体は、 同じ強さで反対向きの二つの磁気モーメントを持ち、互いに打ち消し合っている。例えば、酸化ニッケルでは、ニッケル原子のちょうど半分ずつが、反対向きの磁気モーメントを持っている。フェリ自性では、反対向きの二つの磁気モーメントを持つが、それらの強さが異なるために完全には打ち消し合わず、全体として、自性を持つ。例としては、異なった。 強さの磁気モーメントを持つ FE イオンと FE イオンを含む磁鉄鋼がある。超電導体は電気抵抗が0であり、完全な導電性を持った物質である。これらは磁場も完全に排除するため、マイスナー効果や半磁性のような現象を起こす。超電導電磁石は核磁気共鳴画像法に用いられている。超伝導現象は1911年に発見され、 その後75年間は 30K 以下のいくつかの金属や合金のみでしか知られていなかった。1986年にある種の酸化セラミックで、いわゆる高温超電導が発見され、現在では 164K で超電導を示す物質まで見つかっている。0K に近くなると、ある種の液体は粘土が0になり完全な流動性を示すようになる。 この現象は1937年に 2.17K のヘリウムで発見された。この状態では液体が容器の壁を登ろうとする現象が観測される。また、完全な熱伝導性も持つため、潮流動体の中には温度勾配がない。これらの性質は潮流動状態のヘリウム4が防水コールアインシュタイン凝縮状態になるという理論によって説明される。 また近年では、ヘリウム3やリチウム6は低温で、フェルミ凝縮状態の潮流度にいることが分かっている。1924年、アルベルト・アインシュタインとサティエンド・ラボースは、しばしば、第五の状態とも言われる、防水コール・アインシュタイン凝縮の存在を予言した。前述のように、潮流度状態のヘリウム4が、例として挙げられる。 気体原子での防水コールアインシュタイン凝縮は長い間証明されなかったが1995年についにボルフガン・グケターレラが実験的に作り出すことに成功した。防水コールアインシュタイン凝縮は原子が絶対0度に近くほぼ同じ量子順位を取るときに生じる。フェルミ凝縮は防水コールアインシュタイン凝縮に類似した状態であるが ボース粒子ではなく、フェルミ粒子において起こる。パウリの排他率により、フェルミ粒子では、同じ量子状態になることは妨げれるが、二つのフェルミ粒子が位になることにより、ボース粒子のように振る舞い、体になったフェルミ粒子は、制約を受けることなく同じ量子状態を取り得る。量子ホール状態とは、低温、強磁馬鹿で、ホール効果に量子化が加わり、ホール電導率が、 フォーミュラ1の整数倍となっている状態のことである。量子スピンホール状態は、量子ホール状態の派生の一つである。低エネルギー消費、低発熱により、電子デバイス開発に応用が期待されている姿。2007年に実在が報告された。プラズマは、気体が数千度になると生じる。雷による大気のプラズマ化や構成等が、例として挙げられる。 気体が熱せられると、電子が原子から離れ始め、原子の束縛を受けない、自由電子が発生する。自由電子のために、導電性が高まり、強い電磁場を持つようになる。恒星の中のように極めて高い温度では、ほぼ全ての電子が自由電子となっており、高いエネルギーを持ったプラズマが、剥き出しのまま電子の海の間を泳いでいる様子が、推測される。プラズマは、 宇宙で最も豊富に存在する状態だと信じられている。プラズマはイオンの多い気体だと考えることもできるが、イオン間に働く強い力によってかなり異なった性質を持つため、通常は気体とは別の状態だとみなされる。クオークグルーオンプラズマは欧州原子核研究機構で2000年に見つかった状態である。この中では、 通常は、陽子や中性子を構成しているクオークが自由になり、個別に観測される。この状態により、科学者は、理論ではなく、実際に、個々のクオークの性質を観測できるようになった。流体は、その形が自由に変わり流動できる状態である。三体に入る概念ではないが、固体と対立する状態であり、液体と気体は流体である。 流体の変形や運動については、流体力学で取り扱われる。前述のプラズマも流体である。粘弾性体は、ある程度の弾性と流動性を合わせ持つ状態である。弾性流体ともいい、その力学はレオロジーで取り扱われる。極めて高い圧力下では、通常の物質は縮体と総称される特別な状態となる。このような超高圧状態は、 白色矮星や中性子星等の原子核合成燃料を使い果たした構成の内部に存在すると信じられているため天体物理学的な興味が持たれている。電子縮体は白色矮星の近くで見られる状態である。電子は原子に束縛されているものの、隣接した原子へも移動することができる。一方中性子宿体は中性子星で見られる状態である。 巨大な重力による圧力で原子が圧縮され、電子が電子捕獲によって陽子と結合し、中性子の超高密度の塊となっている。通常では、原子核外にある自由中性子は15分未満の半減期で崩壊するが、中性子星では他の要因により中性子が安定となっている。超固体は、超流動の性質を持つ特殊な固体である。 超固体は固体であるが多くの特殊な性質を示すため別の状態であると言われている。超ガラスは超流動と凍結アモルファス構造の特徴を同時に持つ物質の姿である。通常の固体では電子のスピンは周囲の電子のスピンと逆向きである。しかし中では隣り合った電子が同じ向きのスピンを持つことがあり得る。このことによって 様々な奇妙な性質を持つ。非理想的なプラズマの純安定状態の一つに、リュードベリ状態があり、凝縮した、霊気原子からなる。これらの原子は、一定の温度に達すると、イオンや電子になる。ストレンジ物質としても知られ、大きな中性脂肪死の内部で実現していると、考えられる状態である。一度形成されると、低エネルギー状態でも安定だと考えられる。 重力の得意点は一般相対性理論によりブラックホールの内部にあると予言されているがこれは物質の層ではない重力の得意点は物質ではなく現在知られている物理法則が成り立たなくなる域である楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください